どうも井上真央でございます。ノーミルクサトウです。よろしくお願いします。暑いですね。ということですが、ね、こちらですよ。どん、あの寒い話もちょっとしていきましょう。今冬注目ということで、今冬この冬、はい、はい、今が注目されて、夏じゃなくて冬とか来年の夏あたりに移籍しそうだなっていう10人ちょっと今回は、早くない？だって今夏の話題じゃないの。いや、そうなんだけどね、夏の移籍もまだ終わってないのに。結構ね、こういうこと皆さん、うんうん、あるのよ。あんの？そう、すぐ取るんじゃなくて、ああちょっととりあえずつばつけとこうみたいな感じのとかあるんです。その辺の夏との兼ね合い、チームとしての思惑、意味合いなんかも含めて、じゃあ教えて。よろしくお願いします。はい、しますということで、はい、こんなメンバー持ってまいりました。ドン10人。あ、邪魔しちゃってる我々が。はい、はい、こんな感じでございます。表紙で言い忘れましたけども、当然、ヨーロッパにという意味でございますと。あ、そうですか。今回ね。このメンバー。はい、ああ、そうか、なるほど。はい、なんとなくわかる、そうか。はい、これちなみに。終了後移籍しちゃうかもしれない。そうなのよ、そうなのよ。はい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 。まあ何を言いたいかっていうと、左上から順番にお伝えしていこうと思います。全員若いしね。若いのよね。当然ながら、東京世代、パリ世代で構成されております。はい、はい、はい。まず左上、佐藤涼雅選手、ベルギーでございますと。我慢ですよ。そうなのよね。まあ去年もね、大卒ルーキーのシーズンでしたけど、はい、13かな ?5 得点取って、うん。で、これ我々7月6日のね、試合がね、終わった直後に取ってるんですけども、はい、佐藤涼雅選手また点取りまして、うん、25節段階でついにもう2桁乗っちゃいました、今シーズン。うん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 、だからほぼ半分のシーズンで2桁いっちゃったんですよね。うん、すごい。なんで、2年連続、いわゆるカテゴリー関係なくね、なるほどね。ね、2桁2連続取るって、ちょっととんでもないことですから。うん、ね、呼ばれないわけがないか。そうですね、うん。J1 だけじゃなくて、ついにヨーロッパの方が、さってと、みたいな感じで肩温め始めてるなってところ。なるほど。うん、ほんほんほん。あるかなというところでございますと。はいはいはい。そして続いてが、うん、湘南の町野選手でございますと。あ、それは狙われるわよね。はい、うん。今回なんで、夏に注目で、なんでいきなりこの夏にそのまま行かないんだって話なんですけど、うん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 、まあわかりやすくはこの町野選手なんかがそうでございますと。うん、今上田綺世選手が抜けたので、まあ現状で言ったら、まあ日本人得点はある意味町野選手って言い方はできる。ああ、そうか。はい。ただ、ちょっと前の週末のところで町野選手お怪我してしまって、手指とかもベンチ入りもしてなかったりしたんですよね。はいはい。だもしかしたら、それこそね、ヨーロッパとか他のチームとかが、町野選手欲しいなって思ったとしても、多分怪我なのでどの道移籍はないんじゃないかってのもあると。なるほどね。そうなってくると、今シーズン全部見て、冬にどっかが持っていくとか。とかっていうこともあり得るかもしれないよと、ね、うん、いうところですね。はいはいはい、で次なんかもちょっとわかりやすく、はいはいはい、セレッソの北野選手でございますと、うん、はい、はい、うん、北野颯太選手ね、もう結構な数出てるなっていうのもありますけど、うんうん、G1 ってここまで20節やってきたんですが、うん、北野選手もう11試合出てるんですよね。うん、であとルヴァンでもちゃんと出てるってところがあるんですが、うん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 、まだ高3です。まだ卒業してないんですよね。なるほどですよね。そうなんです。ただね、リーグではまだ得点ないんですけど、うん、ルヴァンではすでに3ゴール決めていて、はい、ちなみにそのルヴァンカップの中で言ったら、なんと平均シュート、うん、1試合平均のシュート数は、なんと全体のトップです。うん、あらま。そんなレベル。あらま。うん。なんで、ああ、なるほど、高校3年段階でこれぐらいできてるってことは、つばつけておいて、セレッソにも連絡しておきつつ、来年よかったらもう来年夏でもう俺、うちのチームで取っちゃおう、なんてことも起こり得るんですね。これ、半年先に取るときに、先にチームに挨拶しといたが、こう、調子いいわけ？いや、もう、だからもう来年もう取ろうと思ってるから、もう最優先でうちのチームにくださいね、みたいなもん、やっぱり結構そういうことってあるんですって。ところで、喉乾いてませんか？いいビールがありまして、東方みたいな、そういうことですか？そういうことです。ご中元でいかがですか？みたいな。そう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 。なるほど。で、関係性築いておくなんていうこととかもね。そうですね。まあ、ありえます。いいソーセージがね、入りまして。ドイツか？なんつって。ドイツか？なんつって。監督室の方からいい匂いがしてきたけど、ドイツか？つって。そういう感じ？そんな感じはありますよね。なんかこれ甘い、ワッフルかこれ。え？ワッフルこれベルギーだな、ベルギー行くぞ、これは。あ、そうですか。そうですね。で、続いて、うん、こんなパターン、まあ、彼の場合は夏でもあるって人なんですが、うん、ベルギーの荒井瑞希選手でございます。彼もね、人気者でございますね。ですね、はい。マーさんの皆さん、はい、もっと瑞希荒井なんですが、ちょっととんでもないことになっておりますと。何ですか？
あの、大体の話をしますけど、はいはいはい、あの、タックルとかよくね、見るわかりますけど、うん、ドリブルとかインターセプトとかって、はいはいはい、1試合に3回成功してたら、うん、あの、もう合格ラインっていうかもうすごいことなんですよ。荒井瑞希選手、1試合90分平均でのドリブル成功回数が13回。うん、あの、G2 の今、ドリブル成功ランキングでつけていくと、2位の選手がだいたい80何回とかなんですよ。25節やってきて。荒井瑞希選手214回なんですよね。うわー、すご。もう、あの、もう2位にトリプルスコアとかっていう状態なんで。それだけボールも回ってるってことですよね。それだけ荒井瑞希で君ね、やろうとしてるっていうのはわかるんですけど、あまりにもスタッツが異常なので、これが、はい、いわゆるヨーロッパとかでこう見てるデータマンだとか、はい、あの、スカウトの方が、うん、なんだこれってこう注目しないわけがない。そう、なるほど。光ってみるわけだ、数字が。浦和がそのモーベルグさんとかをこうすごいじゃんってことで連れてきたのと同じぐらいにヨーロッパからしたら何この荒いってこうみたいな感じにはなるはずです。はまあ、いつバレるかですね、そこが。はいはいはい、どれぐらいの確率ね、スピードでと。それだけだと思います。なるほどね。いやー、すげえ。で、それの同じような J1 版がその下の広島の藤井選手。はいはいはい。この荒井選手と藤井選手がまさに今そういうことになってて、あそう正直、怪我とかが仮にね、すぐあったとしてもです、この夏。もうあの、クロスとかドリブルとかの部門はもう彼らでもう1位決定です。ええー、もう、どういつかない、うんそね。そのぐらいダブルスコアでいいな。もうそういう状態。ですね。で、藤井選手なんかはまさに古橋選手とか伊藤純也選手みたいな選手なので、はい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 、それこそこのロシアからカタールの間で古橋伊藤という2人はね、こう代表でもぐっとこう成り上がってたじゃないですか。うん、確かにそうだ。次、カタールから北中米ワールドカップの間で来るんじゃないか、うん、同じなんかミッドにたどりそうだなっていうのは彼だから、そこをヨーロッパの方々がいつどう目つけるかによって、それこそ広島にワッフルが届くかもしれないし、なるほど。ねえ、パエリアが届くかもしれないし。ワッフルっぽいね、なんかね。なんかちょっとありますよね。確かにね。そうか。そういうこととなっておりますと。はい。なるほどね。はい。そして同じく広島から今度右上でございます。はい。ミスター誠選手でございますと。はい、あの、ミスター選手何がすごいかっていうと、バランス力なんですよね。はい。この収録7月6日の夜時点でなんですが、うん、ミスター選手は5ゴール5アシストしてるんですよ。大卒ルーキーでよ。本当だな。だからこのままのペースでいけば、うん、2桁得点&アシストをルーキーでやっちゃう可能性がある。ああ、これはすげえな。そうなんですよ。新人を間違いなしだね、これね。そうですよね。うんうんうんで、得点もアシストも両方ともミスター選手より上だって間違いなく言える選手って、うんうん、あの J1、J2 にそれぞれ一人ずつしかいなくて、はい、J1 は鹿島の鈴木優真選手が7ゴール6アシスト。はいはいはい。で、J2 は町田の平戸大輝選手が7ゴール8アシスト。なるほど。もうそういうレベルなんですよね。あ、すげえな。なんで、それこそ彼も、あの、やっぱ広島っていうチームでもありますから、うん、まあね、J1 でも上位でもありますし、うん、まあ J1 他のチームに移籍とかちょっと考えづらいので、うん、もう行くならもうヨーロッパだろうなと。あら。まあ、ただ、ここに。MM って言われちゃうかもしれないね。IJ みたいに言われちゃうただね、あの、ここにこう挙げてないけど、松木玖生選手とかも他にもそうですけど、まだあの、プロとしてのファーストシーズンを終えてないので、はい、やっぱり1年ちゃんとやり続けられるスタミナあるかなとかってことは、ちゃんとヨーロッパとか、他のリーグも見てますから。なるほど、年間スタミナみたいなのがあるわけね。そうなんです。あ、なるほど。そういう意味も含めて、冬とか来年の夏とかっていう可能性はあるかもしれない、と。はあ、はあ、いうところですね。なるほどね。ちなみに、三笘薫選手、今ね、うん、ブライトン行きましたけど、うん、彼なんかも1年半で行ってますから、やっぱり。1年ちゃんとやった後の次の移籍のところで行ってますから。ちょっと悔しいですけどね、何をテストコースみたいに J リーグ見とくれてるんだよ、と思いますけどね、本当に。そうなんですよね。そうか。現状はそうしょうがないか、と。ということでございます。続いてが、新潟の水戸俊介選手でございます。はい、まあ、ちょっとこの間お怪我してしまったので、やっぱり彼も夏とかってことはないかなというところですが、水戸選手ちょっと特殊なところで、J2 ナンバーワンのデータを持ってて、なんすか？あの、水戸選手がフィールドにいた時の、はい、新潟のその時に上げる得点、引く失点っていうところの数値が、最もプラスなんですよね。だいるだけで、それこそ得点がめっちゃ生まれて失点が生まれないっていう。水戸がいるだけで。水戸がいるだけで。なんですよね。うん、なんで、そういうところもやっぱり、いわゆる勝ち運じゃないですけど、あと、ムード丸みたいなところがありますから、はい、そういうところをして、なんだこの選手は、なんてことにもなってくるかもしれません。
あと最近ですね、やっぱりヨーロッパってもう一個ちょっと最近見ているものがあるらしくて、これちょっと難しいというか、人によっては。はい、やっぱ SNS のマーケティングなんかも結構見てる。フォロワー数？あ、とか、あと、その選手が出てる時とかもそうですけど、どれだけその選手についてつぶやかれてるかどうか。そういうことでびっくりした。なるほど、なるほど。あ、人気商売だからか。そうなんですよ。で、水戸選手出ると、それこそアンダーの21の日本代表の時とかそうでしたけど、はい、絶対出てくるんですよね、こうトピックっていうか、トレンドの方に上がってくるので。なるほど。そういう意味でも、お、この俊介水戸って選手なんか人気者だね、みたいな感じのところは、もしかすると、ヨーロッパとか海外の方で見てるかも。ちゃんと海外のやつ検索できてます？これ漢字難しいよ。水戸とかね、どうなんですかね。そういうとこを見てるというところでございます。そしてその続いてが、名古屋の藤井春也選手でございますと。今年ですね、まあ、スタメンに名を連ねた、まあ、00世代の、CCK のセンターバックになっておりますけれども、彼なんかもちょっと一つポイントになるのが、今期の J1 でセンターバックの中で2位のデュエル勝、平均、1試合平均デュエル勝利回数 3.76 回というものを、出しておりまして、彼もレギュラーとして初めてのシーズンを送ってるのがありますから、まあ、今シーズンどうかってことをヨーロッパ側とかね、いろんなところで精査して来年の夏とかってことが可能性出てくるかも、しれないよというところですね。同じようにその下の角田選手なんかもそうで、マリノスの角田良太郎選手、こちらもディフェンダーですけれども、まあ、彼は大卒ルーキーですと。で、彼はですね、また水戸選手みたいなちょっとデータが一個残ってて、角田選手がいるとマリノスが勝ちます。ほう。ざっくり言うと。J1 で個人勝ち点って言うんですが、はいはいはい。一番稼いでるのは角田選手です。へぇ。角田選手がいるときにマリノスは勝ち点を稼ぎやすいという状態になっておりまして、そういうところの要素に加えて、やっぱりパスの成功率とか、あとビルドアップでのね、そのパスのこう繋いでる、その率だとかっていうところが、やっぱり J1 超上位だっていうところがあるので、もしかしたらいわゆるマンチェスターシティ的なチームですよね。パスをこう繰り出してきたチームにとっては、彼はいい選手なんじゃないかなと。なるほど。ありますよ、というところです。選手、はい。そして最後、彼はちょっともうヨーロッパにもバレてる選手になりますけど、いわゆる、ザイオン、はい、選手でございますね。まあ、アジアカップでは相当な成績見せましたけれども、ただ、裏を戻ってきてからは、やっぱりそれでも超えられない西川周作のね、座というか壁ってのがありますので、ただ、なんかね、浦和はフェイゲノールトさんとかとも提携してて、仲もいいってのもありますから、なんかもしかしたら、ちょっとザイオンが行きたいっていうところがあったりとか、フェイノールトがゴールキーパー欲しいよってなったら、そういうことも起こったりとか、あるかもね、なんてので、ちょっと入れてみました。なるほど。J の他のチームっていうのもあるかもわかんないね。もしかしたらあるかもしれないですね。まあ、いわゆる谷選手のモデルですよね。ガンバから湘南ねっていうところで。もしかしたらそういうことも起こるかもしれないけど、さあ、どうなりますかというところでございます。まあでもね、彼らはどこに出しても恥ずかしくない子たちだからね。そうですね。頑張っていただきたいですね。そうですね。どこから言うとんで。いや、応援しております。頑張ってください。応援しております。楽しませてください。ありがとうございました。はい、あ、そしてこれですね。はい、こちらでございます、はい。ありがとうございます。ライブがございます。7月29日でございます。はい、チケット販売は7月8日から、詳しく概要欄をね、ご覧いただきたいと思います。そしてオンラインライブも先生、検討中ということで、すごくいろいろやって、ね、やりなさいよ。何してんのよ。いいよ、さんよでやらない。いや、ばか、ねえ、やれよみたいな。わかりました。ちょっと検討というか、各所調整をね。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。トークのお知らせございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。メンバーシップも盛り上がっております。ということでございました。よろしくお願いします。まあでした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。では、です。どうもどうも。